こんばんは、大島拓海です。今回ボンビューの入荷情報をご案内させていただきます。いろんなテイストのものがありますので、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。早速ご紹介させていただきます。まず一つ目がリーバイス70505の、ビッグEですね。この個体はちょっとお値段的には買いやすい値段になっていまして、その理由が襟の部分ですね、が表裏こうひっくり返されてます。なので本来はこの今内側になっている部分が外側だったんですけども、多分色落ちとかダメージでひっくり返されてます。なのでちょっとこう襟だけ濃く見えるっていう個体になってます。多分サイズとしては38か40ぐらいだと思うんですけども、一回着てみたいと思います。これぐらいですね。腕周り、袖口ちょっとダメージはありますが、襟以外の部分はそんなに気になる部分はないかなと。他のその色落ちの感じはやっぱりめちゃくちゃいいですね。さすがビッグEっていう感じはします。トップボタン裏は52番ですね。こんな感じです。とても風合いはいいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。でもう一つ70505のこちらもビッグEです。これは紙パッチしっかり残ってますが、全然読み取れません。でこっちは今かなり値段が上がってきております。ちょっと大きめのサイズ42ぐらいですかね。これぐらいです。私が着るともう袖もかなり長くなりますので、多分175センチ以上ぐらいの方で着ていただけると思います。80センチぐらいの方まで細い方だったらいけるかなっていう感じ。このやっぱりもう70505でもビッグサイズっていうのはなかなか出なくなりましたので、かつやっぱり値段が高くなってます。そしてこれ状態も結構いいですね。そんなにこう目立つようなダメージとかはありませんので、ぜひよろしくお願いします。この辺にちょっとこうよくあるんですけど、こう生地ムラのようなものが見られますが、これも一つこう個体の味として捉えていただければいいんじゃないでしょうか。結構状態もいいと思いますので、探されてた方はぜひよろしくお願いします。めちゃくちゃかっこいいですね。はい、続きまして A2 です。エアロレザー、サイズが36、使用感はあります。ちょっと首周りとか破れ、ライニング破れてしまったのか、ちょっとこうテープで補強されてたりはしますが、そんなにめちゃめちゃ気になるレベルではないかなと。半袖のポロシャツの上に着て、私でこれぐらい、もうちょっと小さめですかね、私で。なんで36の割には結構小さめなフィッティングだと思います。肩とか結構ギュッと入りますね。こんな感じです。袖口とか腕周りとかも擦れてはいるんですけども、ちゃんとこう補色をきれいにされていて、首周りとかもそうなんですけど、革のダメージ、擦れのダメージはあるんですが、ちゃんとこう補色をきれいにして、多分全所有者が大切に着られてたものなんだろうなというのが分かる一品だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。レザーもしっかり重いんですけども、割とこう柔らかい個体かなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。かなりかっこいいですね。いい感じの一品だと思います。はい、次がシャツです。タンブル&アッサー、ちょっとマルチストライプ、ベージュベース、エクリューベースにグレーのようなちょっとこう独特のストライプですね。でボタンも黒蝶貝使ってますね。サイズが15-38です。コットン100のイングランド製、かっこいいですね。で袖口は3つボタンがついているタイプになります。状態もそんなに悪くありませんので、よろしくお願いします。もう一つタンブル&アッサーで、これは多分ビスポークで作られているのでサイズ表記がありませんが、多分大体39ぐらい、15ハーフぐらいだと思います。これも白ベースにベージュ、ミディアムブラウンのようなピンストライプで、これはもう袖口一つ、結構大きい袖口ボタンがついてますね。で胸ポケットが一つという変わった感じ、ビスポークで、リクエストされてるんだと思いますが、いい感じのネクタイしてもいいですし、ノータイで着てもいいですし、使いやすい一品だと思います。でもう一つがヒルディッチ&キーですね。これもタンブル&アッサーと同じぐらいこう歴史のあるいいシャツメーカーなんですけども、そちらの15ハーフコットン100、これ黄色とライトグレーのようなストライプ、洒落てますね。めちゃくちゃおしゃれです。これも袖口3つのタイプのボタンになっております。いい感じです。ネクタイしてもいいですし、ノータイで着てもいいですし、でこっちは背中ダーツ入れてますね。でちょっとこうシェイプが入ってますが、それでもそんなにめちゃくちゃ細い感じのシャツではないと思いますので、
まあ、とても使いやすい一品だと思います。ぜひよろしくお願いします。最近ボンビューではこのイギリスのシャツ、あのタムランダッサー、ヒルディッチ&キーとかをちょっと注力して仕入れをしておりまして、まあ、私自身ちょっとこう今一番気になっている、気に入っているシャツになりますので、ぜひ皆さんもこのスペシャルな、とてもいいシャツなので、本当にあの着心地もいいですし、何よりこう生地のクオリティがめちゃくちゃ高いので、本当にこう気持ちよく着ていただけるシャツになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、今回終了いたします。どうもありがとうございました。